こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー専門ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず20秒のシンキングタイムをどうぞ。 それでは、アロマテラピー千本ノック最終回250回目を見ていきます。今日は、科学的消毒法という説問になります。997本目、消毒用エタノール。これは丸になります。998本目、次亜塩素酸ナトリウム。これも丸になります。999本目、 グルコン酸クロルヘキシジン。これも丸になります。1000本目。逆性石鹸。これも丸になります。アロマテラピーのテキストですと、科学的消毒法として今日の4つ。消毒用エタノール。次亜塩素酸ナトリウム。グルコン酸クロルヘキシジン。 逆性石鹸。これが載っておりますので、ぜひテキストもよく読み返していただきたいと思います。それで、逆性石鹸と普通の石鹸の併用はダメとは書いてありますけど、逆性石鹸というのは陽イ,イオン。普通の石鹸というのは陰イ,イオンになりますので、陽イ,イオンと陰イ,イオンが合わさってしまうと、これは中和されてしまうので、 効果がなくなってしまうと覚えておいてください。はい、それではこれで千本ノックすべて終了になります。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。私のブログ、男だってアロマだがえでは AEAJ の資格試験に関する情報を掲載し続けますので、ぜひブログの読者登録をよろしくお願いします。それから、 この YouTube 動画へのチャンネル登録をしていただけますと過去の250回の動画をすべて見ることができますのでこの機会に YouTube 動画へのチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは250回1000本にわたるアロマテラピー1000本ノックをご利用いただき誠にありがとうございましたまたお会いできる日を楽しみにしておりますありがとうございました